朝ドラ「朝が来たあらすじ予告」12月7ヶ月放送分危機物語朝を案じて九州の炭鉱までやってきた新次郎はそこで遭遇した屋頭の里氏の顔に見覚えがあることに気がつきました里氏は朝たちに従順なふりを見せながらも腹の中では何かを企んでいましたそんな中 新次郎はつわりで苦しむ朝を連れて大阪に帰ってきました一方東京に転居した今池は銀行の開業を目前にしてその準備のために多忙を極める日々を送っていました昭吉も将来は鹿屋を銀行に商売替えすべきと考えていましたしかし英三郎は銀行開業に前向きにはなれませんでした